ムーラメシェイクダウンで車を運転する、ネステオイルラリーフィンランド2010の優勝者、ヤリーコールマティラ・トバラモータースポーツにおけるシェイクダウン、とは、完成したばかりのレーシングカーに不具合がないかどうかを、チェックするために行われるテスト走行のこと。ただしサーキットレースとラリーの場合で若干意味合いが、異なる。サーキットレースにおけるシェイクダウンは、文字通り完成したばかりの新車において、 部品の組み付け方やソフトウェア等に不具合がないか、どうかを確認するためのチェック走行のことを指す。近年間日などにおいて、レーシングチームの運営費用削減を主な目的として、テスト走行の距離、日数制限等が行われることが多くなっているが、シェイクダウンも厳密に言えば、テスト走行の一部ではあるものの、それらの距離、日数制限の対象外とされることが多い。 例えば、海一においては、シェイクダウンを目的とした1日 50km 以内の走行はテスト走行の制限の対象外とされている。世界ラリー選手権等のラリーにおけるシェイクダウンは、通常各ラリーのスタート前日に行われるテスト走行を指す。シェイクダウンでは、ラリー主催者から指定された数 km 程度のコースを数回走行してシステムチェックを行うが、 ッキと異なり、本番用の車を用い速度制限もない状態で走行するため、ラリー本番と同様に高い注目を受けるイベントであり、多くの観戦客を集めるケースも多い。また、ラリー本番で使用するタイヤを選択するための最後の情報収集の機会でもあり、チームにとっては重要な意味合いを持つ。また、現行のルールにおいて、ラリーの走行順位を決めるためにも用いられる。 同じモータースポーツであるサーキットレースと同様のシェイクダウンという用語が使われているが意味合いが異なる。サーキットレース用の車のシェイクダウンはレースイベント前に独自に行うものだがラリーにおけるシェイクダウンは各ラリーのタイムスケジュールの中にあらかじめ組み込まれておりむしろサーキットレースにおけるフリー走行に相当するものと言える。ありがとうございます。